どうも竹下井川ですが、今週は牝馬クラシック3戦目となります秋華賞でございます。すでに2冠を体感しておりますスターズオンアース、こちらの3冠をかけた戦いとなりますが、私の予想はこちらになっております。はい、すでにね、ショートの予想動画で上げさせていただいております。10番アートハウス、こちらの単勝に5000円かけさせていただきました。まあ本当だったら今回の予算の満額の9000円張りたかったんですけども、ちょっとパドックが暴れすぎてたかなという印象でちょっと怖くなってしまいました。ということで単勝は5000円にさせていただきまして、枠連で1枠5枠5枠8枠と2000円ずつ買わせていただきました。まあ一応5枠はねアートハウスももちろん入ってますが、3冠をかけて走りますスターズオンアース、こちらも一応こう含んでおりますので、まあ保険が効いた馬券になってるかなというふうに思います。今回勝たないともうほとんどお金は僕残ってません。さあどうなるでしょうか。レース完成映像の方をどうぞ。マジで金ないよ。さあ枠入りしております。今回ね4枠は買ってないんですよ。もう要は青の帽子が入ってきちゃったら、馬券にはなりません。頼む、青の帽子入ってくるな。買っております。ピンク帽子のプレサージュリフトが今枠に入りました。さあ秋華賞スタートしました。さあスターズオンアースが出遅れたのか、これスターズオンアースちょっと遅れたのかな。ならばいい、ならばアートハウス頑張ってくれ。アートハウスがね、単勝で唯一買ってる馬ですから、これがまず1着入ってくれたらめちゃくちゃ嬉しいわけですよ。で次に祈るは黄色の帽子、白の帽子、もしくは黄色の帽子、ピンクの帽子、これで決着してほしいということになっております。さあ 2000m ですからね、今、向こう上面正面に入りました。さあ前からオレンジ、ピンク、緑、黄色、アートハウス4番目、ちょっと外側を走っているが、どうなんだ、いい位置なんだろうか。さあ前にはねピンクの帽子をかぶってる馬もいますから、まあいい展開なんじゃないでしょうか。前にいるピンクはサウンドビバーチェかな。さあ白の帽子はどの辺にいるんでしょう。あ、一番後ろにね、ちょっと期待してたライラックが一番後ろですね。デムーロジョッキーちょっとは頑張ってね。さあアートハウスは今3番目を走っております。その前にピンクの帽子サウンドビバーチェ、私の飼ってる馬が今、2、3番手というところですね。さあただそんなに各馬差はありません。ライラックもグッと上がってきた。外から勝負、ライラック。さあアートハウスいつもにいるいる、進路は全然ある。アートハウス行け、このままこのまま突き抜けろ。アートハウス来た来た、ちょっと待って、青の帽子来ないで、惜しかった。まあでも脳汁が出たんでよしとしましょうか。はい、というわけで、秋華賞も負けてしまいました。金ないな、今月末のクレジットの支払いの金がないな。もうそれでは次の G1 でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。